映画のポスター、トムとジェリーとは、1931年から1933年まで、バンビューレンスタジオが制作し、RKO が配給したアニメーションのキャラクターである。1950年代にオフィシャルフィルムズが、バンビューレンスタジオのライブラリーを購入した際、1940年代から1950年代に、かけてヒットしたメトロゴールドウィンメイヤーの、 トムとジェリーとの混同を避けるため、ビッグとラリーに解体されたが、今日では、バン・ューレンのトムとジェリー、ファン・ベウレンエストムジェリーと呼ばれている。著作権表記がなかったため、パブリックとメイン扱いになっている。ジョセフ・バーベラもこの作品において、アニメーターと脚本家の仕事を始め、1940年代から、ウィリアム・ハンナと共に、MGM 版、トムとジェリーを制作した。 キャラクターは、新聞漫画のマットジェフのように、背の低い男性がジェリー、背の高い男性がトムとなっていた。物語の内容や二人の役割は作品によって異なっており、二人がカリードとして描かれている作品もあれば、放浪者として描かれている作品も存在する。スタイル的には、ニューヨーク市にあった、フライシャースタジオのアニメーションに似たようなところもあった。 ダンマーク・スタイニエス等のペジアによると、フライシャー・スタジオのスタッフが向かい側にあるバンビューレン・スタジオを手伝うこともあり、2社の作品には類似点が見られるようになった。トムとジェリーの冒険も恐ろしい幻想や人種主義的なテーマを扱った不条理なコメディであり、ほんの少しだが性的表現とも取れる場面もあった。1932年公開のピアノ・トゥーナーズでは、 フライシャースタジオのベティブープを思わせるようなモダンガールが登場し、2社のスタイル面における類似性を表すものとなった。しかし、ミッキーマウスやベティブープ、ボスコアほどの人気は得られず、1933年に打ち切られた。ありがとうございます。